ウェスビオさん、斎藤茂吉。ボンペイの町をようやく見物してしまって、昼過ぎて入り口のところのレストランで赤ぶどう酒を飲み、南イタリー向きの料理を食べて、疲れた紳士を休めている。それから、ここで発掘した、 小さい兵士などを並べて売るのを覗くが、値が相当に高いので、買う気にならない。そこに、数人の同社が来て、ウェスビオ登山を進めてやまない。ここから登山するとせば、ロバに乗っていく。その方が、登山鉄道で行くよりも賃貸も安く、はるばる観光に来た旅人にとり、興味あることであり。 一つ一つの経験を印象するには、これに越したことはないというのである。向こうには、ウェスビオの山は、反復に白雲が動いており、頂が晴れて、噴煙が立ち上っている。陰性常なきこの山としては、幸運な天気と言っていい。それに、登山軌道のできない前には、旅人は皆、 馬車に乗り、路バに乗り、山の頂き近くなると徒歩し、何重して登山したものである。ある記事には、暗黒に松明の火を振り振り、同社らが原始的な民謡を歌い始めることなどが書いてある。ある記事には、忍者の靴に、年老いた忍者が縄の帯を締めて、 旅客に食を賛し酒を飲ませるところなどが書いてあるゲーテなども確かロバに乗ってブドウ畑の間あたりを縫いながらそれから苔の生えた溶岩の上などを何重して歩いたのであっただろうか即興詩人には溶岩は月明かりにて見るべきものぞとて我らは暮れに至れて エズビオに登りぬ。レジナにて、うさぎ馬を雇い、ぶどう畑、貧しげなる農家などを見つつ乗りゆくに、ようやくにして草木の勢いを捉え。果ては、片葉になりたる小寒木、半ば枯れたる草の茎もあらずなりぬ。夜はいと赤けれど、強く寒き風は、たちまち起こりぬ。 まさに没線とする日は、盛りなる日のごとく。天をば、黄金色ならしめ。海をば、乱癖色ならしめ。海の上なる群れる当初をば、丹精なる雲に曲がわせたり。まことにこれ一の無限界なり。湾に添えるナポリの町は、次第に母色、美貌の中に没せり。 瞳を放ちて遠く望めば、雪をいただけるアルピーの山脈、氷もて削りなせるがごとし、こういういい文章がある。僕はしばらく心が動き、こういう名文章が胸中を往来し、しばらくはロバの廃状の人物として、僕自身を空想するのであったが、僕は思い直して、 ロバでポンペイからする登山を断念した。何向き僕は一人旅をしているものである。単に私的な気持ちから、軽率な冒険をしてはならぬと思ったのであった。ポンペイから汽車に乗り、汽車に乗り込んでいるトマス・クック会社の男から、ウェスビオ登山軌道の切符を買った。すなわち、 ロバで行くことを断念して、レジナ駅から登山者に乗ろうというのである。レジナから乗り込んだ外国の遊覧客は幾組かれた。イタリー観光の季節から外れているのであるが、やはり僕のような旅人もいないことはない。だんだん高く登るに従って、眼界が広くなり、 一望のうちに展開せられるナポリ湾をもひくるめた風光には、藍色の海水があり、健康な色彩の尊友の家があり、寺院があり、丘陵があり、川の流れがある。そうして強烈な午後の日光のもとに、一種の光明を反映している。それが少しも、 旅人の心を陰鬱にしない。登山者の車道の中で心持ち揺られ気味になって、この風光を眺めていることは、一つの幸福と言わねばならぬ。そのうちに草原、寒木帯が過ぎてしまって、溶岩原に移行していったが、国交したこの溶岩は、 幾里にもわたってなだれ落ちているので旅人は車窓から首を伸ばして驚愕してそれを見ているこの溶岩の花はすでに冷えて人間の色であるが未だ総年数を食わず生々としたところがありおそらく西暦1906年の時の噴火に際しての 溶岩流だと思う。西暦1906年には4月4日からひどい爆発があり、4、5、6、7、8日あたりまで爆発が止まなかった。この山は300年来、いつも活火山として常に大小の噴火があり、山の警防もいくらかずつ変わっている。 この山はずっと古いことはわからぬが、西暦63年に噴火し、その時には大地震をも伴って、そのあたり一帯の都市を滅亡せし,しめている。ついで、西暦79年にも同様の噴火があって、ヘルクラネウムとかポンペイとかは全くわからなくなってしまったのであり。次 第十六世紀から現在まで大きな噴火が五十回あったように記録に残っている。近くでは西暦1872年の噴火、それから西暦1906年の噴火が大きいものであった。滅亡したヘルクラネームの上に建てられた種は今のレジナである。 しかるに幸運であった天気が、たちまちにして雲務となり、下界をば、全く隠蔽してしまった。ひょうひょうとして流れてくる運務は、小粒の雨滴となって、車窓の針を濡らすようになった。それだから、登山者が、半円水帯にかかってからは、眺望が全く叶わず、 車は運母の中を走って、ようやく、頂上に達した。頂上の停車場に着いた時も、雲母が濃く、雨滴となってしびくので、旅人らは下車をためらっていると、若者が一家の雨ガイトを運んできて、それをめ々いめいに着せてくれた。天候の変幻極まりなき、ビスビオ山上であるから、 こういう設備はできていて、この街灯の賃料はミリラである。ついでに別な若者が来て、火星岩のかけらだの、火山の写真だの、廃材区などを機敏に売るのであるが、山上の常として対価がなかなか高い。この山上の同社にはゴリラずつ支払うことになっている。 たちまち一人の同社が僕の手を捉えて、運務の盲々たる中を行く。それがいかにも慌てふためいた様子であり、僕に前行した数人の工盲人を追い越して行く。霧が濃いので、よくベンゼヌが山の峰について回っているらしい。僕はこの男は同社だということを、 意識しているのみで、あとは分からずについていくに、同社は突如として、ある岩角から僕の手を捉えて、左手に飛び降りた。僕は転落するようにしてようやくにして身を支えたが、そこは異様の盛んに噴き出しているところで、僕の喉はしきりに硫黄の木で蒸せるのに耐えている。 同社は口に叫んで、僕に何か握らせたのを見れば、これは熱さである。僕はかろうじて、岸壁からよちのぼったが、ここには誰も人通りがない。同社の言葉が通ぜぬので、また質問することもできない。同社は手を僕の前に出して、ゴリラ、ゴリラという。これは、 先ほど払ったゴリラ以外に、もうゴリラくれよということである。僕はふんど対戦して、何を言うか、この馬鹿野郎、という。この鋭い声の意味は、わからんでも語気がわかっただろう。同社に構わず、僕は、峰をスタスタと歩いていった。変身いかんともすることができない。耳をすませば、 加工のあるらしい方向に、遠来のごとき、鋭く鈍い音が、無観断にしているが、しかし単にそれだけで、あとはいかんともすることができない。一堂の火柱直上して天をつき、ほとばしりでたる熱さは、ルビンをはめたるごとき感をなせり、されど、これらの石は、あるいは再び空中に没し、 あるいは、灰の上に添いて転がり降り、また、我らの頭上に落ちることなし。我は真理を神に念じて閉塞してこれを見たり、というごとき文章をほぼ知っているから、今のこの天候が無念でたまらない。僕はこの山上に一泊して、再びこの噴霧を見極めることをなし得ず、 また、数年の後、十数年後の後、再びこの地に来ることもおぼつかない。これは僕の生涯にただ一度の、宝愚であるに違いない。そこで僕は、無念でたまらぬのである。僕は仕方がないから、同社などをあてにせず、一人で無鉄砲に峰の上を歩いた。そして、寒すぎるような今日の天候に、 額に汗を出して、元の停車場に帰ってきた。一緒に登ってきた夫婦者などは、山を見ることを諦めて、ここでコーヒーを飲んでいた様子である。これは、今日の午後の最終の車なので、みんながこの車で下山した。さて、溶岩帯まで来ると。 雲が全く晴れていて雨一滴降らない車中の旅人らは申し合わせたように外を眺めて笑ったあるところに下ると旅客らは皆車から降りて一軒の家に入ったここはレストランカフェである彼らはラクリメ・クリスチセイルイシュ という酒を飲もうというのである。僕は無念の心が未だ晴れず、そんなものを飲む気になれるので、一人車房に残った。しばらくして車房を入れ、ヤブの方にお手洗いをしに行くと、そこに日本にあるような白芙要が咲いている。それから頭の上にクルミの実がなっている。 そういうものを持てあそで時を過ごすに、彼らの目イメは赤い顔をして帰ってきて、車房に入った。僕はベスビュー山には、核のごとく平凡に登って、平凡に降りてきた。このところに山人の小屋あり、兵卒数人、火を囲みて、生霊子を飲めり、子は、 急乱の客を守りて、賊を防ぐ者なりとぞ。というのはすでに過去であるが、この山賊の気持ちは今でも残留している。午後5時40分、レジナ駅発の汽車に乗ってナポリに向かった。その汽車の中で、今日はポンペイからロバなどを雇わないでよかった。そうでなかったら、 今頃は三腹あたりで難儀していただろうと思った。それから今日のは平凡無念な山であったが、ゲーテなんかもこの山で運無に遭い、自分の不屈さえ見えなかったことを言い、ハンカチを顔に当てても何の甲いもなかったことを言っていることを思い出して、いくらか心を慰めたのである。 そして空腹を感じてナポリに着いたのは午後7時15分である。おしまい。